はい、こんにちは、ギタリストで音楽家の竹下敦です。明日はね、ギタリストの加納修先生のレッスンを、受けさせていただきに、お茶の水黒沢楽器へ行ってまいります。今日はね、改めてご紹介したいのは、こちらのレスポールですね。前回 ESP 製とご紹介したんですが、正直ギブソンかもしれないと思うようになりました。各部よく見たんですが、シリアルナンバーの入り方とかね、ジャイクサイダ氏は、ESP 製だと言っていて、私も ESP かなと思ったんですが、ちょっとよくわからないです。正直ギブソンかもしれないです。で、明日ですね、黒沢楽器さんのギブソンのコーナーに持って行って、ギブソンなのかどうなのか確認していただきたいと思うんですが、もはやそんなことどうでもよくなっちゃいました。結局のところ、正直ね、メーカーどこでもいいんですよ。そんなにブランドにこだわらないので、どこどこだから好きとか、どこどこだからいいっていう、そういう感覚はないんですね。音がいいかどうかなんですよ。で、これはもう本当に音がいいです。ビアのピックアップなんですけど、こういう感じの音なんです。でも文句なしにいい音がするもん、この人。ギブソンでも ESP でもどっちでもいいかな。とにかく音がいい。で、私がすごい気に入ってるね、オレンジのピックアップがあるんですけど、それに交換してもらおうかどうか正直悩んでます。フロントの音がね、いいんですよ、このピックアップも。すごくいい音はするんですけど、オレンジのピックアップ乗せたらもっといい音がするのかなとか思ったりなんかしてます。まあもうなんかね、どうしようかな。なんかすごいいいです、このギター聞いてます。明日ね、加納修先生のレッスンに持っていこうかどうしようか悩んでるんですけど、同じギターでレッスンした方がいいような気もするし、変えた方がいいような気もするし、ちょっと悩んでます。どうしようかなと思って。うわそれぐらいね、このギター先生にも見せちゃおうかなと思ったりしてます。そんな感じで、今日はね、午後からも、また練習したいと思います。それでは竹下敦史でした。またお会いしましょう。